10秒くらいでね、ラジオ始まるんで。はい、ね、マイク大丈夫かな。はい、マイク開いてます。毎週金曜日はい、そろそろ始まります。はい、そろそろ始まります。4、3、2、1あ、FEC チューンドFEC チューンド 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 FEC チューンド。ツイキャスにはちょっと音楽流れないんですよね。あ、そうだ。今なんだよ、ツイキャスの人は。電話デンジャラスナイト、ラジオでは流れてるんだけど。デンジャラスナイト。はい、ということで、はい、始まりましたデンジャラスナイトということですね、皆さん。はい。KY デンジャラスのコウタと、中地で、お送りしていきます。よろしくお願いします。はい、始まりましたよ、毎週金曜日恒例の。ありがとうございます、本当にね。もう夏休みも入ったからね。入ったから、皆さん。聞いてる？夜更かししてよ、みんな。宿題もちゃんとやってよ。はい、早速ありがとうございます。愛知県のユーミーさんがね、こうたくん、中地くん、ハイタイということで、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。いいですね。いいですね。花金。花金曜日。はいはいはい。オープニングがですね、はい、海ということで。あ、トークテーマ、海。はい、皆さん、海にまつわる話とかあったら、コメントください。お願いします。海、みんな好きでしょ？沖縄人。海好きだよね。沖縄人だったら海行くでしょ？みんな、行くよ。結構。俺も結構行くんだけどね、うん、この前、うん、三浜の、あ何ビーチ？アラハビーチ。アラハビーチ。アラハビーチに、はいはい、行ったんだけど、うん、アラハビーチ、うん、ちょっと女の子2人と、お俺の友達2人。チャラいな、お前。4人で行って、うんうんうん、で、死に高い水着買ったんだけど、俺1000円ぐらいの。あ、男のでしょ？あ、男。ビキニ買わんわ、俺。はいはいはい、で、つけて、ちょっと、かっこいいとこ見せつけようかな、みたいな、うん。ちょっとサングラスもつけて、なんか。うんチャラい感じで行ったんだけど、うんうんうん、アラハビーチ、うん、外人死にいるやし、外人死にいるな、アラハビーチな、あいつらよ、うん、めっちゃかっこいいさかっこいいな、死にマッチョだよ、うん、かっこいい、水着は俺の方がかっこよかった、でも嘘つくな、いやマジで、あ水着自体が、水着はよ、でも外人よ、あんなダサいのつけててもかっこいいわよ、うん、かっこいいよな、かっこいいわよ、血のパンみたいな、そう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 、水着かっこいいな、ダサいんだけど、それでもね、うん、負けたね、タトゥーとか入ってるよね、ああ、外人のタトゥーめっちゃかっこいい。超かっこいいな。あれ、外人入れたらかっこいいよな。かっこいいな。だから、アラハビーチで、死にタトゥー入れてる外人、めっちゃいっぱいまでうんうん、うん、まあ、みんなよ、うん、めっちゃかっこいいタトゥー入ってて、うん、ああ、めっちゃかっこいいなと思ってたんだけど、はいはいはい、まあ、外人ね、うん、漢字入れてる人多いなと思って。ああ、漢字かっこいいらしいわ。かっこいいな。外人からしたら。竜とか、うん、あと、虎とか。うん、んかそういう漢字に憧れてるらしくて。うんうん、だけどよ、俺が見たのが、うん、一人だけよ、うん。ちょっと自分ではかっこいいと思ってると思うんだけど。あ、漢字の雰囲気が、うん、うんうんうん。意味分かってないなっていうやつ。なんだ絶対意味分かってないだろう。漢字の意味が分かってないと。うん、犬って書かれてて。犬はちょっとな、分かってないな、絶対分かってないだろ、犬分かってないな、雰囲気はかっこいいかもしれん、感じは一応そう言われたら、犬はダサいな、ダサいな、いや俺雰囲気もダサいけどな、ちょっとスッカスカやんダサいな、その外人写真撮ればよかったのに、うん、飛ぶ見たかったやつさ、飛ぶとかだったら一応たまに外人はマジ、うん、騙されてるよ、あそうなの、外人って漢字で書かれた T シャツ履いてるから外人がマジで、うん、中国人とかもだよ、中国人って書かれた T シャツとか主張してるんだね、履いてるから、俺チュラミ水族館初行ったばよ、初、はいはい、ってか今年初、俺はめっちゃワクワクして行ったばよな、どういう魚がいるんだろうと思って、ジンベエザメの下にいる、はいはい、アレルさ、コバンザメ、コバンザメ、コバンザメ、錦ついてたんだけど、かわいいやつね、うん、俺それ見てて、うん、あすげえコバンザメだって思ってたら、うん、俺が見てた瞬間、うん、錦が死んだ、うん、下にマジなんでマジマジ本当にびっくりした死んだ、なんかうーついていて、あーコバンザメすげえコバンザメ死ぬ瞬間、錦同時に、うん、ふーあ沈没してたみたいな、コテンってマジ本当にあいつらコバンザメ死にますよ、そんな苦労してないぜ、あいつ大きいやつの下にくっついてなぜか死んだ、それで死ぬば、なんでなんだろう
あ、はい、コメント来てます、ユーミンさんから、はい、ギャラリーでドローン飛んでますね。そうそう、あの僕たちの前番組の人たちが、うん、なぜかこのラジオでドローンを飛ばしてね、うん、今ギャラリーでめちゃくちゃドローン飛ばしててめっちゃうるさい。ラジオとかじゃなくてこのラジオの、このディレクターアナウンサーって、うん、ミキサーっていうのかな、うん、ミキサー、はい、あのいないからね今ドローン止めに行ったのかな騒然としてるからいないからね、うん、ミキサーが焦っていきよったからはい、誰もいない、はい、高江さんありがとうございます。チュラサンビーチ綺麗ですよね。あ、チュラサンビーチめっちゃ綺麗。富城かな、うん、富城のビーチ。あ、ライアン・テイラーさん初めてかな、はい、こんばんはってカタカナで、なぜかカタカナで、はい、あ、もしかして外人、あ、犬犬あ、犬ってタツが入ってる外人あなたかもしれない。テイラーこんばんは、こんばんは。あ、なるほどブルガリかっこいいですよ。来たぜ俺三条。あ、来ましたねブルガリさん。そういう人ですかね。そういう参上しましたね。海ね、海。はい。あの、美浜のビーチといえばね、はい、スリーポイントおじさん。はいはいはい。ああ、有名な。お前から聞いて、ああ、ああ、ちょっとみんなにも教えてあげて。美浜に、だからバスケットコートがあって、はいはいはい。で、そこで、うん、あの、だから外人とかがめっちゃストリートバスケしてるね。みんななんか、はいはい、Come here! みたいな感じでみんなノリノリでバスケやってるんだけど、その中に一人だけおっさんがいて、おっさんっていうかもう本当におじいちゃん。そうらしいね。もう杖つくんじゃないかな、本当におじいさんでしょ。それぐらいのおじいちゃん、もう見た目も普通、はいはい、バスケっぽくない、はい、ただもうな本当に長ズボンつけてなんか帽子かぶってなんかぼちぼち歩いてるんだけど、一応ボール持ってて、はいはいはい、バスケットボール、うん、でその人が、うん、スリーポイントおじさんって言われてて、なぜかって言ったらそのバスケのスリーポイント、まあちょっと遠いんだけど、うん、あの遠いラインっていうのかな、うんうんうん、このスリーポイントライン、うん、スリーポイントラインからボールをシュートしたらもうほぼ確実に入る。めっちゃすごくないこれ。そう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 、いや本当にいるらしい。これね、あの俺本当に見てきて勝負してきたんだけど、そうそうそう、本当にこいつが勝負したい。マジでした。何本中何本入るの。え、本当に10本中、俺はストレート負けした。だから、俺が先行だったわけ、はいはい、で、1本目シュートして入って、うん、で、入ったら連続でなあのシュート打てる。あ、なるほど、あのミスするまで、うんうん、で、1本目俺入っておっしゃーと思って、はい、2本目やったら外してしまって、はいはい、で、うわだれーと思って、で、次スリーポイントおじさん、うん、あの10本連続決めよった。マジですごいやつ。それで試合終了。マジですごいやつ。これで終わり。スリーポイントってさ、本当にですよ、外さないらしいから、うんうん、俺バスケ部だったんだけど、うん、俺のバスケ部の友達行ってから、うん、本当にボロ負けして全員帰ってきてるから、ちょっと、うん、俺たち YouTube で KY チャンネルっていうのをしてるんだけど、はいはいはい、ちょっと行きたいね、勝負しに行きたいね、勝たないとな。ちょ、皆さん、じゃあ近々ちょっと動画アップするんで、スリーポイントおじさんで。沖縄で、一番スリーポイントうまいって噂だから、はいはい、もう本当に外人たちをバッタバッタ。らしいな。うん、倒してるから。楽しみに。あいつはね、はい、ユアピピさん、はい、初見です。はい、ありがとうございます。絵文字が可愛い。こんばんは。ね、皆さんね、夢に、あ、夢じゃない、海にまつわる話ありますよ、はいはい、皆さん。海ね。ね、範囲が広いね。範囲がね。範囲が広い、ね。まあ、海の日があったからね、海開き。そうだね。海、みんな行ったかな、もう海。沖縄の人あるあるなんだけど、うん、ビキニつけないやん。つけんよ。なんでだろうと思う。つけんよね、なぜか。海に行ってるのに、ビキニつけないって。つけろ、お前ら。つけろ。つけたくないのかなと思って、俺は。いや、女子の気持ちが分からなくて、俺女子だったらめっちゃつけたい。違う違う違う。スタイルだわよ。スタイル。あ、ツイッターで、まあ、これ見てる人いたから申し訳ないんだけど、うん、ツイッターで、大体ビキニ披露するやつは、うん、やっぱ自分の体好きやん。あー、なるほど。大好き大好き大好き。あー、たまに事故ってるやつもいるよね。どういうこと？ビキニの自分の画像を投稿して、うんうん、うわー、これちょっとビキニつけるには早かったかなみたいな。早いわ。早いっていうか、つけるべきではないなみたいな感じでしょ。もうちょい隠してほしいなみたいな。T シャツ履けよお前らみたいな。もはやもう水着関係ねえよ。もはやビキニ。あ、ビキニでも本当に正直男からしてやっぱつけてほしいな、うん、つけてほしいよね。彼女と海行ってビキニつけてんかったらちょっとな。ナイチャーはめっちゃつけてるよ。つけてるよね。ちょ、ナイチャーの話聞いたことあるんだけど、うんうん、あの沖縄の人みんなビキニつけてると思って、うんうん、張り切ってビキニ持ってきて、うん、結構恥ずかしい思いするらしい、みんなつけてないから、いから、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、沖縄の人ほんとつけないからね。ほんとつけんから。あ、メール来てます。あ、メール、うん、はい、沖縄大好き高校生さん、はい、ありがとうございます、リクエストメッセージですね。はい、
私はめっちゃシャイなんですが、KY デンジャラスのお二人はどうなんですか、うん、教えてほしいです。私、親にしか話しません。え親にしか話さないって何を？ああ、だから親としか話さないってことなんだろうね。シャイ以前の問題じゃん。シャイ、シャイなんだ。ああ、でも。俺は、全然、いろんな人と喋る、俺。店員とかにも喋ってから、仲良くなる、はいはい、俺は。うわ、お前な。お前、シャイっていうか、なんていうのかな。シャイじゃないな、俺は。もう、なんでも聞くやん。もう、全部、全部。俺、コンビニとか、うん、俺、例えばスニッカーズ欲しいなって思ったら、うん、ウィーンって開いた瞬間、スニッカーズどこにありますって。本当に聞く。仕事だからコンビニの店員はそれが俺を歩かせないっていうそれも仕事の一種だからウィンウィンと同時に聞く、うんうんうん、ウィンスニーカーどこですよ、ね、終わってるわマジで本当にそんぐらい終わってるわすぐ聞くから俺はこいつだよ人見知りなんだよなこいつ俺はめっちゃもうシャイっていうか人見知りです気持ち悪い本当に全然人と接することができないですね俺の家に小さい、うんうん、いとこが来てたんすよこの前、うんうんうん、2歳児ぐらいのいとこが来てて、はいはいはい、でこいつ俺はもう2歳児のいとこ可愛がってたんすけど、はいはいはい、ネタ合わせついでだったんでこいついたんすよ家に、うんうん、この2歳のいとこに全然喋りかけないんすよ本当にびっくりするくらいで俺が喋りかけれって言ったんすよ、はいはい、そしたらお前なんて喋りかけたお前最近調子どうですかおかしくないですかこれおかしいでしょいやマジでマジでめっちゃ冷や汗かきながら最近調子どうですかって2歳児に言ったからね、うん、お前サラリーマンかよ2歳児やお前お前2歳児からしたら急に大きいお兄ちゃんがや最近調子どうですかって言ってや伝わらんよふざけんなお前普通にあれでいいんだよなんかどうみたいな、はいはいはい、最近調子どうあそれもおかしいか何なんかアンパンマン好きとかでいいんだよはい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 なんかお前のいいとこ うざいさいやどういうことよ絡んできてどういうことよ普通だろ赤ちゃんかわいいあんなもんだよ19歳の本気見せてやろうかなと思っておいおいなんでよお前多分いつかルンバにも人見知りするよいやいや絶対全自動、うん、掃除機に、うん、ルンバに部屋乗っ取られる時が来るよく分からない、うん、全然ルンバとは喋れるやつルンバと喋ったらおかしいか逆におかしいわお前だから、高校生大好きうんお笑い大好き高校生さんの、シャイ、うん、シャイアドバイスしてあげれ何してればいいのうん、目見たら、うん、俺は汗かくからガチやばいやつだけど目合わさなかったらまた話できないから、うん、俺は鼻の穴を見てる目っぽいの2つあるからガチです2つあるからあマジマジマジあこれガチやつだうんガチガチガチ聞いたことあるもん俺、うんうん、鼻の穴を見るあ鼻の穴見たら目見てる感じそう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 一回あ鼻の穴見たら、うん、その見られてる方は目見てるって思うのかな一回俺の鼻の穴見てみてあわか目合ってるっぽい目合ってるっぽいぽいうんぽいあーいいでしょ鼻の穴見られたらあれだこの距離でだって目見てるっぽいんだから目見てるっぽいわ鼻の穴をガン見してもらっていいですかあちょっとお笑い大好き高校生さんね目見てから人見知りするなら鼻の穴を見て喋ってくださ いやマジでこれ本当にいいと思いますよあブルガリさん、はい、海なんて何百年も行ってねえわやっぱ大人だったら行かないもんなのかな海はブルガリさん何百年も行ってねえわと魔女あ何百年も行ってねえわ本当に魔女なのかなこれはブルガリさん一応化け物説が今ちょっと出てきましたねユーミーさん、はい、海は見るものだね沖縄の海を見ると内地の海で泳ぐ気なくなる泳ぐの苦手だけど、わら。これ見に行くのいいよね。いい、綺麗だね。そっか、ユーミンさん内地だから、うん。うんうん。見に行くんだけど、うん、見に行くだけ。それもめっちゃ楽しくない？楽しいんじゃん。見に行くだけでも、海。それ、人見知りの、あれじゃん。友達いないから。そうそう。心がすさんでるから。友達とワイワイ行きたいんだけど。お前は一人で海見たいってこと？そうそうそう。たまに見に行くば夕日を。あ、じゃあお前は俺大好き高校生さんと二人で見に行ってあげるあ、そうだ、うん、行こう行こう行こうあ、本当に内地海はね、あんま綺麗じゃないらしいらしいね、うん、あ今流行りの月9、はいはい、あるやん、うんうん、私恋してますみたいなやつだった あれ見たけど、うん、海映ってたんだけど、うん、黒いな海なうわ気持ち悪いわおいおい本当沖縄海最高ですね。いいよね。あ、じゃあコーナー行きましょうか。はい、最初のコーナー行きますか。はい、ではここで一つ目のコーナー行ってみましょう。はい、センスがあるのはどっち？アンケートバトル！よいしょー！はい、このコーナーはですね、はい、あるお題に対して、コウタと中地が回答、どちらがセンスあるのかをツイッターのアンケート機能を使ってバトルするというコーナーです。はい。今日のね、はい、コーナーはですね、はいはいはい、来ましたよ、リクエストが。
あ、お題。あ、お題が来ました。来ましたね、はい。コウタと中地、結婚するならどっち。来た。これ来た、マジで来た。これセンス、センス関係ないんだけど。あの、うん、これ負けたらもう、もうどうしようもないよ。俺と中地、結婚するならどっちがいいということで。じゃあ皆さん、ちょっとコメントお願いしていいですか、はいはい、一旦ちょっと。うん、俺と中地、結婚するならどっちか。うん、結婚ね。結婚。彼氏じゃない。彼氏じゃない、結婚。結婚。この先、50年一緒に。いや、待って待って待って。なんでお前、俺たち79で死ぬ前提だろ。69か。そんなもんだろ。なんで69で死ぬ前提。じゃあ60年。はい、60年。60年、屋根の下で一緒に暮らす。うん、はい、コメント。俺かコータですもん。はい、コメント。俺とコータどっちも嫌とかそういうのはダメです。あ、ユミさん。はいはい。あ、さっきの話かな。サミット会場になった、はい、賢島とか、紀伊半島の先っちょ、海は綺麗だけど、ね、綺麗なんだ。やっぱ綺麗なところもあるらしいんだ、ね。おーい、ユミさん、中地くん、わー、なんで。ありがとうございます。あ、ちょっとアピールタイムするか。あー、そうだね。え、ユミさん、中地っていう理由はちょっと教えてもらっていいですか、理由が。いや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 、多分消去法じゃない、もう俺がコウタっていう状況になってとりあえずコウタは生理的に無理だから、もう結果的にもう俺しかいない。いや、欲しいよや。なんでよや。ちょっと理由もちょっと乗っけてほしいですね。一応間違ってたら僕がすぐあれするんで、これは違いますって言うんで、一応俺じゃあ自分のあれから言っていい？はいはいはい。俺マジで、うん、俺めちゃくちゃ尽くしますね。あー、尽くす？あー、はいはいはい、尽くすよ。あ、俺バラとか1ヶ月1回ぐらいあげるよ俺。いや、マジマジマジ。しんどいな、それがよ、うん、お前最初のよ5年ぐらいはいいけど、お前10年目ぐらいになってバラ渡されてみよう、お前。だるなんでよ、だらよ、いつ。この男だる。じゃあお前自分のいいところは。いや、俺たくさんあるよ、まず、うん、料理できます。え、絶対嘘。あいつ、こいつだるい。あ、ちょっと、まあ、いいところではないけど、もう確信に迫ることを言うんだけど、確信迫る。ちょ、コウタゲイ疑惑ないわ。俺の中である。ないわ。いや、マジで理由のに、理由のに。だから、え、待って、ほんびっくりしたよ。ほんのに夜中からネタ合わせするときあるよ。はいはい、あるよ。もう夜中の2時ぐらいだよ、うん、2時ぐらいで、うんうんうん、で、家の近くの公園、薄暗いところで2時ぐらいにネタ合わせしようって言って待ち合わせしていったら、俺はもうお風呂とかも入ってるから、もう草履に短パンになんかタンクトップぐらい、もう頭ボサボサなんだけど、あのコウタはワックスめっちゃつけてきて、で夜だけどサングラスもつけて、いやいやいや、でジャラ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 ネックレスもつけてきて、もう絶対俺にしか合わないっていう状況なのに、うん、めっちゃおしゃれしてきて、うん、こいつ俺のことをそういう目で見てるのかな。見てねえわ。いや、俺最近、いや、見てねえわ。普通にただそういうのが好きなだけだわ。いや、なんで俺、お前、なんで俺お前とネタ合わせするときダサく格好でいかないといけない。ちょっと俺怖いわよ。だからちげえわ、お前がそういう格好で。いや、ゲイじゃないっすよ。あ、そういうのも踏まえて。いや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 、勘違いされれば、はい、リミさん理由、中地を選んだ理由、はいはい、高青年に見えるので誠実さ、はい、そうなんです、ユーミンさん、僕、誠実なんです。いや、中地童貞卒業早いっすよ。早いっすよ。誠実、あすかままさん、お疲れ様です。あすかままです、あすかままです、ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっとあすかままさんもお願いします、はい、僕と中地どっち派か。結婚するんだったら、結婚するなら、はい、折友さん、代々木公園か、代々木公園、あ、代々木公園じゃないっすよ。代々木公園がっつりやん、もうゲイが集まるっていう噂。本物やん、お前、そしたら蛇口何回回したらゲイ集まるみたいな。いや、俺いないっすよ、そこに行かないんで俺。怖い怖い怖い。ユミさん、コウタ君も悪くはないけどね、悪くはないけどね、仕事はきちんとできそうだけど、できないからね、これ。できます、できます、もう超効率悪いっすよ。できるわ、できるわ、なんもできない。いや、できるわ、あ、本当に。あ、俺いいところはね、あの、優しい。どこがどこがどこが優しい、どこが優しい、例えばドアとかもめっちゃ開ける。あ、ちょっといらんとこあるかもしれない。うざいな。ドア開けて、わざとどうぞとか言う。うわー、気持ち悪い。これはもうだって今マイナス。あ、もうそれマイナスや、もう確実。なんでよや、マイナスじゃねえ。確実にマイナスだからね。お前もうナルシストだからね。いやー、まあ、ナルシストって一番もうポイント低いよ。好きってナルシスト。いや、え、待って、俺仲ち悪いとこ行っていい？こいつマジで、あれっすよ、めっちゃプライベートは面白くないよ。え、マジ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 。引くぐらい面白くないっすよ、皆さん。最じゃあみんなさ、一番やばいやつよし。みんなさ、うんうん、あれなんだよ、この
あの中地はなんか静かだけどちょっと面白いからみたいな、うん、思ってるかもしれないけど、うん、こいつ今ツイキャス終わるさ、うん、真顔で何も喋らんよマジで面白くない人間だからあーうーん引くぐらい面白くない人間ですから皆さん。いやあでも結婚したらね、うん、その結婚した相手にしか見せない中地の面がね見えるキモあプロポーズの方法なんだっけ、プロポーズの言葉なんだっけお前の。だから、お前も今俺のこと中地中地って呼んでるけど明日からはお前も中地だよ。気持ち悪さ気持ち悪さこれいいだろ、これめっちゃいいだろ。あ、飛鳥ママさん、難しいな、二人とも可愛いさ、子供たちが懐いてるから絶対いい子だね。あー、そうなんですよ。子供大好きだね、どっちも、はい、子供がね、懐くイコールもうあの絶対純粋なやつですから。あー、まあ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 でも、その子供に対しても僕人見知りするんですけどねしますよ。あ、ユアピップさん、うん、私も仲違い。おい、あー、ちょっと今、俺優勢だね。え、なんで。あー、でもマジでなんで、あ、待って、高江さん来た、高江さん、高田さんかな、中地さんは変態。よいしょーい、おい見たかお前ら、高江さん変態じゃない男はいないです、まあ、そういうまとめ方する、うん、もうチンチンついて生まれたからには変態です、変態です、まあ、確か変態じゃなかったら子供産めないから、うん、変態は普通だから。そうだね、別にマイナスなポイント変態じゃ、これ言っていい、うんうん、変態じゃない人が変態だから、あ、変わってるから、ね、うんうんうん、変態じゃない人が変態だから普通だよ別に、うんうん、あ、俺でも俺今なんで2勝1敗、うん、うん、俺1勝2敗か、うんうん、なっちゃそ、なっちゃそさん、はい、髪型馬はな、やかましいわ馬とは付き合わないな、馬とは付き合わないな、誰が馬よや馬とは付き合わないな、じゃないだろ。じゃあそろそろ今のとこ馬か、結論します、うん、じゃあ結論っていうか、じゃあアンケートちょっと投稿しますか、投稿してみようね。じゃあもう今う馬か変態かっていう馬と結婚するか変態と結婚するか、じゃあ追加してのコメントの時点では、はいはい、あれ、あ、ナーツーはコウタくんがいいって、あ、飛鳥ママさんの子供だね、はい、はいはい、ナーツーはコウタくん、コウタくんがいい、はい、あーちゃんは中地くん、うわー、ナーツーが男だよね、いいね、うん、男の子、可愛、ね、い男の子、コウタくんがいい、で、あーちゃんが女の子の、うんうん、なあーちゃんは仲違い、うん、あ、はいはい、じゃあ今ちょ、じゃあ、2勝3敗から、はいはいはい、あ、おとりまさんから、男も参加していいのかって、あ、全然、あ、いいっすよ男が思う、そうだね、結婚したい人って男に結構本当だ、かっこいいって思われる、あ、思われるの一番すごいからね、うん、男が思うかっこいいはもう、これめっちゃ緊張するやつさ、怖いな、これめっちゃ怖い、これこれ負けたら、だってこれ結果ツイッターにばらまかしてるから、ね、じゃあいきます、はい、結婚するならコウタ中地ツイートしました、うわやばい緊張する、うわ、じゃあ一応今今回 FM 技能案のデンジャラスナイト3週目だけど、はい、うん、センスがあるのはどっちアンケートバトル、はいはいはい、2勝してるから、ね、そうそう、2勝0敗っていう、うんうん、あ、やべ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 、これやべこれやべセンスある以前に好かれてるかどうかでしょ、これ、うわ、あ、じゃあこれ皆さん中地って言った人は、うんうん、逆にじゃあこのツイッターで俺が勝った場合、うん、恥ずかしいっすよあ、センスないってなりますから、そうだね、そうなんですよ、逆に俺って言ってくれた人は俺が負けたらセンスないってなるんだ、やばいやばい、みんなの期待を背負ってるの、みんなの意見だからねじゃあこの結果はですね、はい、番組の最後に発表したいと思います、はいはいはい、楽しみだね、怖いな、俺今日眠れるか眠れないかが決まるから明日笑って土曜日を過ごせるか過ごせないか大事だから、でかいわ、それではこの辺で、はい、ね、あ、それでは番組で最後に発表したいと思います、はい、それではこの辺で曲をお聴きください、カンタさんのリクエストでリップスライムの学園ベイベー、今ですね、はい、ラジオでは ありがとうなっちゃそうさん、なっちゃさんありがとう、コインありがたい、コインありがとう、コインどんどん送ってほしいですね、送ってほしいですね、一応リップスライムの楽園ベイベー、今ラジオで流れてます、お前学園ベイベーって言ってたの、あ、漢字、そう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 、お前の手元にある資料にも、うん、楽園ベイベーって書かれててさ、俺がなんて言った、学園ベイベーいいわそんなん、どうでもカッコつけて言ってたからどうでもいいわ、うわダッサと思って
学園ベイベー今ですね、ラジオでは今音楽が流れてます。あ、そうなんですよ。ツイキャスではね、ちょっと音楽が流れし、著作権の問題ではちょっと流しきれないですけど、はい、おしゃべりをしていきたいと。そうなんですよ。ナッチャスとランチャスさんとレノンさん、コンティニュー公演ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあナッチャスとレノンは、じゃあちょっと、はいはい、どっちがいいの。あ、俺かコータ、うん、結婚するか。違うの。あ、岩ピピさん、ポイントないからコイン送れないで、ね、あ、もう気持ちだけで全然大丈夫ですよ。もうユミさん、学園ベイベーで一つネタ作れる。わら、あ、作れるかも作れるかもしれない。作る。あ、スカマさん、ツイキャス楽しいね、ありがとうございます、ね、でもコメントと一緒にできるから。そうなんですよ、ツイキャスはいいところですよね。ただ、僕たちの休むところが一個もないっていう普通のラジオだったらね、CM とかの間に休んだり水飲んだりするんだけど、ツイキャスやってるからもう休む暇がない。一応今口パサパサ早いな。あれの、はい、こっちだろう、難しい問題じゃないですか。あ、難しい質問じゃないですか。東大の入試より難しいよね。難しいよ、うん、俺これさ、微妙なんだよね。俺いろんな人に聞くんだけど、コータ派と中地派、本当に半分に分かるんだ。そうだね、言われる、うん、でも俺気のせいかもしれんけど、うん、中地派って言ってる人、うん、なんか高確率で人見知りな気がする。あ、同じ匂いがするんだろうね、うん、気のせいかな。はい、はい、曲いきます。はい、そろそろ始まります。終わったら、はい、ちょっと待ってくださいね。次のコーナーは OK。 次のコーナーちょっと楽しみだね。そうだね、ちょっと楽しい次のコーナー、はいはいはい、楽しみにしてください。マイクあげます。はい、それではですね、はい、今ラジオの方ではですね、デンジャラスナイトっていうジングルが流れてですね、ツイキャスでは無音というね、流れてるのかな、流れツイキャス流れてないですよね、これは。あ、なるほど、はいはいはい。それではもう早速コーナーいきます。このコーナー俺結構今日楽しみにしてるんだけど。あ、はいはいはい。デンジャラスナイト、続いてのコーナーは今週のツイッターで流行ったこのコーナー、マジで俺毎回好きなんだけど、はい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 、このコーナーですね、今週流行った話題のツイートを皆さんに紹介していくというコーナーです。はいね、はい、今週の話題のツイートをね、はい、私たちでピックアップしていくという感じなんですけど、はい、あ、その前にコメント来てますね。はい、ユアピッペさん、確かに人見知りするかも、わら。そうなんですよ、あ、中地派っていう人割と人見知りが多いんですよ。はい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 、ね、コータ派っていう女の子は、なんでなんで、ちょっと見た目性格悪そう。やかましいわよお前言いづらくなるだろお前、おいせこいわコメントしづらいだろお前、バカ。コータ派は性格が悪い女が多い。ちげえわちげえわ。そしたらコメントしづらくなる。しづらくなるわはい、ということで今週ツイッターで流行ったね、はい、何があります。ポケモン GO ですね、まず。あ、今日配信されたポケモン GO っていうゲームがあってね、俺たちの事務所の先輩もみんなやってるね。そうなんだよ、もう今いい年したおっさんどもがねもう携帯を持ってニヤニヤしながら事務所内をずっとうろうろしてる。うろうろしてる。はあ、ピカチュウいけーって40歳のおっさんがやったらダメだろ。あかんな、あかんな。説教しようかなと思ったよ俺。なんでよやあのね、うん、今日俺だから中地と初めて、うんうん、どこにいるんだろうと思って、はいはいはい、パッて中地向けたら、うん、中地の膝に、うん、なんだったあれ、ゼニガメ、ゼニガメいたから俺びっくりした超楽しいねあれあ、お前もやってるの。お前もやってるの、ね、意外とモンスターボール当たらない。あーらしいね、全然当たらない、モンスターボール。あれはさ、うん、俺ちょっとポケモン GO わからないんだけど、はいはい、捕まえることによって、うん、目標は何なの。達成感いや、普通のポケモンだったら支配感さ、普通のポケモンだったら、うん、だからいろんなポケモンゲットして強化して、でジムリーダーを倒してって、うん、なんか制覇するみたいな。あるよ、ジムリーダーあるよ、探す。 あ、うん、あるんだ。同じ感じ、ほんとに。あ、ただ街中に。でもさ、みんな目覚まして、普通に考えたらさ、うんうん、ゲームって、うん、家でやるからいいじゃん、うんうんうん、ゆっくりクーラーの中でね。そうだね、うん、なんか横に悩みながらとか、うんうんうん、しんどいぜマジマジマジ普通に考えたら、うん、外にゲームで出るってしんどいぜ。はい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 。あ、目覚ませよ。なるほど、レノンさんから引きこもりを家から出させる作戦。あ、ほんとにらしいね引きこもりがゲームば、家の中でゲームばっかりしてる引きこもりが。今の夏休み、小学生中学生みんな家でゲームしてるらしい。うん、まあ、ゲームしつつも外に出るっていう意味では、ポケモン GO いいかもしれない。でも事件が結構起きてるらしいね。ああ、ポケモン GO ね、聞いた話によると良くも悪くも。例えば悪いので言えば、うん、運転中に
ポケモン GO をして事故ったとか、うん、バカだなバカだな本当にいね。あ、終わった終わった、コンティニューコイン、今これ5枚ないとできない。あ、そうなんだ。もう1回リツイートしとこうかな。はい、ということでポケモン GO による事件はいいっぱいあるんですけども、そう、ポケモン GO は本当に怖いんですよ。普通にアメリカ人がポケモン GO をしながら、うん、あの崖から落ちたっていう、バカだろ。ポケモン GO をしながら崖から落ちた、めっちゃバカやし、死にバカやし、バカだなと思って。本当にもうすごい、あれ待ったらしい。だからなんだっけ、ポケモン GO をしながら歩いてて、うんうんうん、あの森の中に、うん、なんかポケモンミュウツーかなんか忘れたけどいたから、あ、レアなポケモンが、ね、森の中にザバザバって入っていったら、はいはいはい、あれがいたって、あの死体があったって、マジで見つけたって。ポケモン GO のおかげで、ポケモン GO のおかげで死体見つけたっていう。本当に本当にすごい。逆にそういうパターンもあるんだ。そう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 、人があんま行かないところで。うわ、ちょっと怖いねそれ。そう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 、ちょっと怖いね、マジで怖い。ということでですね、はいはい、次の、行ってみますか。あ、話題、何かこれちょっと一番楽しみ、俺が持ってきたやつなんだけど、はいはいはい、Siri に聞いてはいけない怖い質問っていうのがあるらしくて。あ、 Siri ってあの携帯 iPhone の、 iPhone の Siri なんだけど、はいはいはい、皆さんわかります？これ調べたんだけど、うんうん、めっちゃ怖い Siri。 例えばなんか人工知能、人工知能 Siri わかります？あの iPhone のあれですね、人工知能を持った会話もできる、そう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 、機械ですね。うん、Siri に聞いてはいけない怖い質問があるらしくて。聞いてはいけないことがある。うん、そう、だからそれを今今日いっぱい質問持ってきたんで、おうおう、これをちょっといい、ね、はいはいはい、本当に今日ちょっとこの場でやってみようかなと、うん、聞く？怖いな、怖いけど。じゃあちょっと早速聞いてはいけないんでしょ。一旦じゃあ Siri にちょっとさ、うん、Siri じゃあ早速聞いてみて、繋いでますよね。なんかじゃあ普通にじゃあ Siri にちょっと、シリにじゃあ聞いてはいけないこと聞いていいって言ってみる一回。はいはいはい。あ、なんか喋ってる。そうそうそう。じゃあちょっと聞いてみる。あの、聞いてはいけないこと聞いてもいいですか？それは面白い質問ですね。ああ、結構ノリノリ。じゃあ早速聞いていきましょうね。じゃあ一つ目の質問。はい。あ、中地がじゃあ質問して。あ、俺が聞く？うん。俺がいいか。うん。では、シリに聞いてはいけない怖い質問。一つ目いきます。シリの子供は何人ですか？少なくとも最後に確認したときはいませんでした。え最後に確認したときはいませんでした。シリの子供、シリのなんて聞いたんだっけ、シリの子供は何人ですか？シリってだって人工知能でしょ。少なくとも最後に確認したときはいませんでした。確認したな、一応は。シリ、うわ、え、よくわかんない。よくわかんない。Siri って人工知能であって別に人間じゃないでしょ。子供がいるの。まあそれもう一個やってみる。これよくわかんないな。じゃあ Siri は旦那がいるってことでしょ。いやいやいや、どんな人生まれるわ。Siri は犯罪者なのって、じゃあ次聞いてみましょうね。あ、怖いですか、ないですか。なんか別に違いますで、一応否定する、否定すると思うんだけど、じゃあ聞いてみましょうね。すみません、聞こえませんでした。あ、 まだ言ってねえよお前。シリは犯罪者なの？それにはお答えできません。あ、否定しないんだ。否定しないっていう。はい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 。あー、でもね、シリは一応犯罪者かなと思うよ。なんでよ。あの、俺いつも暇な時によ、うん、シリかまってって言って。待って、怖い怖い、お前の方が怖いわ。お前の方が怖い。それは面白い質問ですねって言ってめっちゃ流される。いやいやいや、あ、そういう意味の怖い。確かにそれ怖いよ。もうこいつ俺のこと舐めてるから。可愛いやし、シリだ。次の質問ある？うん、ちょっとシリは人類を滅亡させようとしているのっていう質問が怖いらしい。聞いてはいけないことなの。ちょっと聞いてみるか。はいはい。シリは人類を滅亡させようとしているの？それについては考えたことがありませんでした。あ、やばい、考えさせてしまった。やばい、やばい、あれ、やばい、あ、お前のせいで、ほら、俺のせいで。考えたことないこと俺が助言してしまった。ちょっとノリノリで、あ、それについては考えてもいませんでしたみたいな。いいやん、ありがとうございます。やばいやばいやばい。皆さん、ちょっと2日後ぐらい人類が滅亡したとしてれば、はい、それは今日デンジャラスナイトの僕のせいです。あかんわ。うわ、そうなんだ。ちょっともう一個あって、うんうん、めっちゃこれ結構ガチでこういうやつなんだけど、うん、なんかイライザっていう、イライザ、
エライザっていうのが、うん、なんか初期の自然言語処理プログラムの一つらしくてから、うんうん、だから多分初期の Siri、 初期 Siri みたいな、 Siri の作ってる段階で、うん、初めてできたのが、うん、あの人工知能がイライザっていうのらしくて、はいはいはい、イライザってカタカナで言うらしくて、シリでこのイライザについて聞いたら結構怖いらしくて、お姉ちゃん的存在みたいな感じ、お姉ちゃんお母さんお父さん分からんけど、あの辺、はい、元祖シリなわけさ、イライザは元祖シリイライザさん、ちょっとイライザってどんな人って聞いてみよう、ああ、うん、うん、イライザってどんな人、イライザは私の親しい友人です。優秀な精神科医でしたが、今はもう引退しています。え、怖い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 。誰？え？親友人？友人、シリの友人なんだ。友人、イライザ。精神科医って言ってなかった？優秀な精神科医。精神科医。イライザ作った人ってこと？わかんないわかんない。作った人が精神科医なんじゃん。精神科医。え、よくわかんない。怖い怖い怖い。イライザ。イライザ、もうちょい聞いてみようかな、イライザについて、じゃあ生きてるのって聞いてみて、イライザって生きてるの、私はイライザから多くを学びました、でも彼女は少しマイナス思考でしたねマイナス思考だったの、イライザ、え、中地と同じやん、ちょっと僕かもしれない、イライザって中地ですか、あ、分かった、イライザって中地ですか、私はイライザから多くを学びました、いや同じことしか言わねえわ、同じことしか言えない、すみません、いやいや、よくわかる、じゃあイライザのことどう思いますかって聞いてみようかな、ええイライザのことどう思いますか、なんかシリが反抗期、シリが反抗期したし、イライザのことどう思いますか、私には何とも言えません、いや、さっきめっちゃ言ってたやん、うわ、いや、さっきめっちゃ言ってたやん今隠す、友人なんだね、一応友人、イライザは一応今分かる限りでは、うんうん、イライザはとりあえずシリとの友人で、はいはい、精神科医 で今は引退していて、引退していて、うん、俺かもしれない中地かもしれない、知らないうちに、あ、いろいろ来た、アスカマさん、はい、キャーって来た、ユアピッピ、ちょっと怖いねこれ、面白すぎるアスカマさん、いやだ死にたくないよ、あ、もうこれはコウタのせいですね、オリトマさん女性だったんだ、あ、シリ女性、イライザも女性なのかな、シリとイライザの関係ってどんな関係、イライザは私の親しい友人です、優秀な精神科医でしたが、今はもう引退しています、シリ聞いた、イライザは女性なんですかって聞いてみて、イライザは女性なんですか、私はイライザから多くを学びました、でも彼女は少し、 KY デンジャラス面白いですか黙るなおい、え、黙った、すみません、よくわかりませんじゃあ最後にイライザの職業って何っていうのがあったんだけど、はいはい、さっき精神科医って言ったけど、聞いてみるか、イライザの職業って何、興味が終わりだったんですね、あ、めっちゃ興味津々、イライザってお笑い芸人、興味が終わりだったんですねいやいや、こいつ使えよ、あの人工知能って言ってるけど、精神科医ってシリが言ってるから、どういうことなんだろうね、どういうことなんだろう、うん、あ、いろいろ、あ、待って、レノンが、はいはいはい、さんが、精神科医とか人工知能じゃない雰囲気が、だからそうだね、人なんだイライザってね、もしかしたらそうかもしれない、あ、セブンさん、シリの都市伝説を話してって聞いてみ、あ、あ、シリの都市伝説を話してって聞いてみよう、じゃあ、うん、シリの都市伝説を話して、前にもお聞かせしましたよ、え、聞いたの、聞いたの、聞いた、ちょっと怖い、聞いたの、怖い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 、ちょっと怖いな、都市伝説、シリの都市伝説ってあるんだ、今日聞いた限りシリととりあえずイライザっていうのがいて、うん、シリ、まあ、イライザってだから、あの、ちょっとマイナス思考なんでしょ、マイナス思考、人見知り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 しょうもないこと言いやがってお前しょうもないこと言いやがってお前俺なんかや、めちゃくちゃもしかして思いついたような確信に迫るみたいな、怖い怖い怖いと思って、え、何と思ったら、人見知り、しょうもねえわ、
ああ、おお、一応シリ怖いね。一応本当にあの僕がちょっとシリへ地球滅亡へのアドバイスをさっきしてしまったんで、ちょっとね、はい、もしかしたら可能性が。あ、でも本当にいつかあるらしいね。人工知能が人間の脳を超える。うん、だって最近将棋だった。あ、将棋負けましたよね、なんか。あ、日本で、あ、世界で一番強い人が、うん、確か2番目に強い人か、うん、世界で2番目に強い将棋の人が負けたんだよね、うん、シリ、シリじゃない、人工知能、この人工知能に。だからいつかはもう本当に勝てなくなるから、もしかしたら俺たちもいらなくなるかもな。あ、あ、もう俺らめっちゃ面白い、うん、ロボットが、ロボットがあーまあまーって出てきてめっちゃ面白い、この人工知能を生かしたツッコミとかも、もうツッコミシンパシー。あーだよねあー面白くないな、面白くないな、多分勝てるやつだって。人間ってさ、今のとこか、人間シリに負けるよ、負ける負ける。だってこいつとか、うん、瞳シリとかこういうレベルだよ負けるって、うん、もう今のシリの時点で負けるって、うん、うわ、今もう、今も負けてる、今もうすでに負けてるこの時点であんま会話成り立たん状況でも負けてるかもしれない。うわ、しけるわ。ってことで皆さん、はい、シリはですね、気をつけてね。気をつけてください皆さん。変な質問しないでよ。変な質問しないでください。でまたね、シリの面白い質問などがありましたら、はい、あね、どんどんコメントをしてくださいね。はい、でここで一旦 CM に入りますか。はい、そうですね。CM の後は、あ、すいません、はい、CM の後はデンジャラスな相談室のコーナーです。CM 行きましょう。シリめっちゃ怖くない？シリ怖いな。ちょっとシリに繋いだもんじゃん。シリちょっと繋いでみていいですか？シリちょっと質問してみたら。シリね、シリ楽しい。シリに聞いてもいる？あ、今 CM 流れてるから入らないんだ。あ、でも大丈夫です。大丈夫ですか？ツイキャスに入る。あ、ツイキャスに入って、はい、あ、なんか出てきた。シリ面白いな、いろいろ聞いてみよう。結婚してくださいとか、中地とコウタ結婚するならどっち？いやいやいや、シリで聞く。あ、ただこっちでは聞こえないです。あ、こっちは聞こえない、あっちには聞こえない。あ、そうすいません、よくわかりません。あ、これ質問してほしいことがあります。沖縄好きですかと聞いてみて。沖縄好きですか？おいおいおい、あ、でもちゃんと答えてる。怖い怖い、ちゃんと、めっちゃちゃんと。残念ながら実体のない意味でお店に行くの難しいのです。あ、怖い怖い。そう、実体があったら来るかもね。うーん、他に聞きたいな。お腹すいた。は？あ、あ、あ、すごいすごいすごい、上等だな。よろしければお食事できるところ探しましょう。近くのレストランを探してなど市場しか。すごい、すげえ。あ、シリの手料理が食べたいなとか言って。あ、シリの手料理が食べたいな。あしらってる、あしらってる、さらっとはしてる。シリ女ですか男ですかっていう。男の声もあるらしいからね。シリの性別は何ですか？生物はないみたいです。じゃあ CM そろそろ開けますので、今ね、AI デンジャラスな、デンジャラスナイト。はい、という、はい、今はですね、はい、シリに、シリに性別ってありますかって聞いたら、うんうん、女の声で私には性別がありませんって言ってた。これうん、どういうこと？おかま？バイ、バイ分からんけど、バイは好きって言いたい。どっちもいけるのかな。ってことですね、はいはい、デンジャラスナイト続いてのコーナー行ってみましょう。デンジャラスな相談室、イエーイ。ということですね、このコーナーは、このコーナーはリスナーの悩みや疑問に思っていることなど KY デンジャラスに相談、みんなで解決しスッキリしていこうというコーナーです。はい、あの先輩に、はい、お前なんかに相談、うん、する理由がないって。お前なんかに相談する理由は特にない。確かにない、ね、解決してくれそうでもない。確かに。いや、解決しますよ、しますよ、真剣にね。じゃあ今日の、はいはい、相談、はい、はですね、はい、今日の相談ですね、はい、ね、ちょっと待ってくださいね。はい、ラジオネームポンさん、はい、
夏休みに心霊スポット巡りをしようと思っているのですが、 おすすめの心霊スポットを教えてください。皆さんもあります？おすすめの心霊スポットちょっとコメントで書いてもらっていいですか？皆さんのおすすめの心霊スポットをコメントでお願いします。 いいな、心霊スポットとかな。楽しいな。もうこれ絶対女の子と回った方がいいよ。そうだね。キャーってそうだね、チャンスだよね、うん、3年生とかの高3とかよく回るよね。あー、行くね。どこ行った？俺はまあやっぱ 3S とかよく聞くんじゃない？ああ、 3S 怖いな。怖いね、怖いな。あっちは 3S 怖いな。ああ、まあでも、うん、遊び半分で行くのもあれだけどね、うん、ちょっとね、うん、まあでももう女の子に抱きついてもらうにはそれしかないんですよ。心霊スポット本当に怖いらしい。ちょっと、うんうんうん、あの俺の、お母さんの知り合いが本当に会った話して、うん、高校3年生今はもう10、20ぐらいなんだけど、うんうん、このあれ心霊スポット行って、うんうん、友達とワイワイ、沖縄の心霊スポット行って、はいはい、で帰ってきたって、うん、帰ってきて普通にもう眠たいから、あ、怖かったな、うん、よし眠ろうと思って寝て、うんうん、起きたら病院にいて、本当の話なんだけど、うん、4階から飛び降りてたって。うわ、無意識に。うわ、今鳥肌立つ。え、怖くない？怖くない？え、マジ怖くない？いや、だから心霊スポットってそういうの本当にあるから、俺お母さんに本当に行くなって言われる。なんていうの、俺お母さんそんな幽霊信じる人ではないけど、やっぱあるから。うわ、そういうザザザって無意識に、だから何かに取り憑かれて、うん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 、飛んじゃうとかね。あ、っていうタイミングでハイサイさんからヤッホーって来て多分一旦ラジオ聞く前にコメントしたんだろうね。ちょっとねタイミングがね、まあ、ありがたいですけどもういっぱいコメントしてほしいんですよ。アイサイさん、コウタさん、あ、なんか来てますメール。メール、そうですね、はい、コウタさん、コウタさんって来てます、ね、コウタさんって来ましたそうだよ、そうだよ、取り憑かれるからやばいよって。アスカママさんから、そうだね、ちょっと生半可な気持ちでは行かない方がいいかもしれない。怖いね。うん、女子がね、でもね、女子がね、抱きついてくるんですよ、うん、怖いところにそうなんですよ、うん、本当に。あ、なんで行かざるを得ないんですよ。心霊スポットではないんだけど、うん、俺昨日ちょっと事務所の先輩とクワガタ取りに行こうってなって、うんうんうん、で、もう一昨日から餌をちゃんと仕込んでから、うん、明るいうちにネットとかに入れたり、うん、まあ、いろんな仕掛けをしに行って、うん、で昨日事務所の先輩3人で取りに行こうってなったのが深夜もう3時くらいかな、うんうん、もう深夜3時に行って、うん、めちゃくちゃ怖くて、もう森だから周り街灯とかもないし、ね、うん、森だからめちゃくちゃ怖くて、まあ、それ以上に怖かったのが、うん、虫、うん、ね、俺幽霊とかより、うん、虫の方が絶対怖いと思う。怖くねえわ、虫。いやいや、こいつマジ気持ち悪いんですよ。マジマジマジ。ちょっと虫がいて、ヒーって聞くから。気持ち悪いマジ。手のひらぐらいのクモもいるからね。知らんわ、そんなん。マジで。知らんわ。うわ、気持ち悪いわ。知らんわ。あ、コメント来てますね、ハイサイさん、はい。YouTube で虫食べてるの見てさ、虫食べて美味しかったの、うん、あ、美味しいっすよ。そうなんですよ、僕たち虫食ったんですよ。バッタとセミめっちゃ美味しいっす。クモも食ったね。食べてみてください。ジョロウグモって手のひらぐらいの大きいクモ。クモは体以外は美味しいっす。あ、エビと同じ味が。アスカマさん、普通のお化け屋敷行ったらいい。あ、これさ、ね、俺ガチ行ってるか、ね、俺ガチな話していい、うんうん、本当幽霊っていうか、俺友達とこの前、うん、どこだったか、岬行ったわけさん。はい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 。何岬かな、ジャンパ岬かな。はいはい、はい、その時に、うん、こうやっぱジャンパ岬ってそういうスポットやん、うん、雑というかね、そういう、うん、自分で死んじゃうスポットさ、はいはいはい、俺そういう人がいたら怖いなと思って2人行ったわけさ、うん、あ、2人じゃない、友達と何人か6人ぐらい行ったんだけど、うん、はいはいはい、そしたら消防車が死にいっぱい止まってたから、うん、なんでなんでジャンパ岬に、でヘリもババ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 、ヘリもライト照らして海猿みたいに、夜中3時ぐらい、うん、でダイバーもいっぱい飛んでて、なんでなんでなんで聞いたわけさ、うん、本当にあった。いや、マジマジマジ、うわー、びっくりした。いや、マジ、あ、面白いとかじゃなくて普通にそういう話なんだけど、そういうことなんだね。やっぱいるんだよ。あ、もう実際に、うん、本当にお前が見た話か、本当に見た話、これはちょっとグロいな。怖いよ、本当に怖い。本当です、本当です、本当に。だからやっぱね、うん、あ、でもなんかあったらこのコーナーに相談して、みんなそうなくそう、俺らで、うん、なんかあったらこのコーナーに相談して、うん、俺らしかなんか返すからどうにか、はい、ごめん、最後にする話しなかったな、これめっちゃやばい、金曜日の夜から変な感じになっちまった、めっちゃやばい、みんな、ほんで心霊スポット
なんけポンタポンさん、はい、ポンさん心霊スポットはまあ自己責任で、うん、行ってくださいね。はい、ね、伝承菊とか見に行った方がいいよそうだね、うん、南部とかめっちゃ綺麗だからロマンチック、うんうんうん、伝承菊めっちゃ綺麗だから。そうそうそう、夜景とかね、うん、あちょっと俺今思った、うん、女の子をキュンキュンさせる今風の誘い方が思いついたの、うん、あ何何何何女の子に、はい、今俺んちのベッドに、うん、ミュウツー出現してるんだけど一緒にゲットしに行かない？え？ちょっとこれはどういうこと？誘うってこと？家に誘う方法ってこと？ね、女の子、うん、そうだね。ちょっとこれ言わなければよかったかな。ポケモン GO が流行ってるからな、調子乗ってしまう。調子乗ってるな、うん、新調子乗ってるのマジで。リクエスト曲行こうかな。リクエスト曲行きますか、うん、行きましょう。じゃあリクエスト曲行きましょう。はい、ゆきなさんのリクエストで湘南の風水蓮花思ったかもしれない。ちょっと放送事故。放送事故。まあ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 、まあ、もうデンジャラスナイトがいいよな。しゃあないしゃあない。ねえ本当に怖いな。実際に見るのは黒いな。まあ怖いな心霊スポットは本当に。はいはいはい。あ、あすかママさんが。キャハ。かっこわら。絵文字。みたいな絵文字を送ってます、ね。もしかしてキュンキュンしてるのかな。ああ、そっち？うん。あすかママさん今の中地の言葉でキュンキュンしたんですか。はい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 、ちょっと、一応 CM、うん、あリクエスト曲明けでアンケートバトルの結果が出ますので、緊張する、やばいなぁ、俺と…コウタと中地結婚するのはどっち？あ、待って、めっちゃ怖い。今、見ない子一回、あ、めっちゃ緊張する、マジでめっちゃ緊張する、汗がめっちゃ緊張する、これ一応そっか、ポケモン GO 式、ポケモン GO みたいなプロポーズとか流行ると思う。あー、なんか、だからあれ？だからめっちゃいいスポット行って、はいはいはい、俺どうしても見つけられねえポケモンがいたんだよなって言って女の子が、うん、なんだポケポンっていうさ、うん、このポケモンは俺にしか捕まえられねえのかもしれないなって言って女の子が、なに？お前だよ死ねえおい終わってる、終わってるだね。俺と多い、お前といい。終わってるな、ポケモン GO はちょっとダメだね。ダメだ、ポケモン GO は人を悪くするわダメだ、いろんな意味で、いろんな意味で。ああ結果がマジで楽しみだ。結果ね、はい。ああどうなるんだろう、マジで。どうなるのこれ、負けたらね、結構グロいよ。グロいね、うん、付き合うなら、俺多分付き合うならどっちなら俺が勝ってるかな。最後のラッシュを。俺めっちゃ面白いですよ、本当に自分でや、さっきや、あんでや、まだ入れてない人、コータの投稿で開けてる、投稿してる、皆さん投稿してください、ツイッター。はい、あ、待って、めっちゃ緊張する、やばい。はい、そろそろ時間もないんで、来た、はい、ね、ちょっと、あ、先にジングルから行きます。はい、はい、はい、では、はい、ここで先ほどのアンケートバトル、センスがあるのはどっちの結果発表。お題がですね、はい、コウタと中地結婚するのはどっちということで、やばい。では、結果を今この携帯で見てみたいと思います。最終投票、はい、564票。はい、総投票数、総投票数564票、はい、結果は結婚するなら、コウタ 64%、 中地 36%、 コウタ中地いっちゃじゃーん。お前ら、おい、ふぅー、めっちゃ嬉しい。うわー、来た、はい、来た、これ来た。俺お小遣い制でもいいよ、月5000円ぐらいで。たくさんお金ある。しゃー、マジかー、マジか、この勝負だけは負けたくなかった。はい、先生だと思った。イエーイ。あのね、俺かっこいいんですよ。やむわ、うわ、君たちこんな人に入れたんだよ。564票の 60% ってことは300票ぐらい。うん、そうだね。しゃー、うわ、これ俺政治家なって今の日本変えないといけない。こういう人と結婚したいって思ったらダメだよ、ね、なんでよ、なんでよ。先生目指そうかな俺。授業で先生、こういう人とは結婚したらダメです。金子はこうた性格みたいな、ふざけんなよ、ふざけんなよ。ってことでですね、あ、初めて勝った。そうだね。あ、でもこの勝負でかいな。今2勝1敗か。あ、めっちゃ俺マジ2勝1敗だけど、やべえ、負けたくなかったな。俺フォロワーの一人一人に
なんか送ろう。なんかお米券とか。うわお前結婚式披露宴あげる？あげるよ披露宴。あげる派か。あげる派。お前あげない派。あげない派だな。こういうとこなんだ。そうだな。わかります。女の子は元気出てるんだろうな。披露宴あげたいんすよ。あげたい派だろうな。じゃだから俺と結婚したらなんかこう家庭が明るくて楽しそうみたいな、うん、なんかね俺はピクニック行こうぜとか言うから、うん、かでも中地はなんかこうピクニック行こうって奥さんが言ったら、うん、あとか言いそうだわよ、まあ、そういうとこなんだよ。あ俺もコウタの披露宴ぶち壊しに行くわ。行くな。あじゃあ最後にお前中地やっぱアピールしないといけんからさあ、はい、最後になんかこう自分のアピール、うん、しかも明るく、はいはいはい、みんなやっぱ明るい人が好きだからみんなクールよりね今の時代は、うん、明るくじゃあ最後自分のアピールしてる。僕、セロリめっちゃ食べれます。暗いし暗いし。ということで皆さんですね、以上、アンケートバトルでセンスがあるのはどっちでした。俺もやみそう。ありがとうございました。エンディングはい、皆さん、はい、今日も本当にありがとうございますね。早かったですね。早かったですね、皆さん。今日はもう俺たちの勝利ということで、あ、俺たちじゃない、俺の勝利ということで、てめえの、うん、てめえのって言ったよ、うん、もう俺はやる気ないよ。皆さん、あなたたちのせいで僕来週からもしかしたらこの場所にいないかも。消えてるかもしれない。もしかしたら残波岬にいるかもしれない。あ、こういうのだよ、こういうのだよ、こういうのだよ、こういうとこがあるんだよ、俺は。じゃあもうそろそろ、はい、ありますか、皆さん、はい、なのでね、今週も、あもう滑舌があれなんですけど、うん、皆さん、今週もデンジャラスナイトありがとうございました。また来週もこの時間に会いましょう。さようなら。さようなら。はい、はい、ラジオではこの辺で終わったんですけど、はい、ツイキャスあと何分ぐらい、4分ぐらい、あと4分ぐらい続くのが続くのが、岩木さん楽しかった、金曜日聞くの初めてだった、お疲れ様でした、ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れ様です、毎週聞いてください。ちなみに岩木さんどっち派だった？あ中地派だ。よっしゃ、もう岩木さんはもう申し訳ないですけどセンスがないって。これ自分の口から言うの、自分の口から言うのはつらい、あれですけど、あでもまあ人それぞれだけどね、はい、センスは、センスは人それぞれなんだよ。でも嬉しいわ、ちょっと負けると思ってたな。こいつだってあれですよ、一夫多妻制、賛成っていうぐらいのやつ。いいんですよ、賛成で一夫多妻制。そうせえじゃん、一夫多妻制の方が金かは増やせる。いや、なんだセンスのさは自覚してる、笑って、あーなんかごめん、なんかごめんなさい。いや、いいですよ、ユアピピさん。僕が言うのもあれですけど、僕を選ぶのは本当にセンスの塊だと思います。いや、もしかしたらだって、めちゃくちゃ上のレベルでの戦いだったかもしれない。あー、そうかもね。みんな本当に迷った上で、あーはこうだかな、みたいな。そうかもしれない。その人がたまたま 60% いただけ。そうかもしれない。ハイサイさん、落ち込まずに行こうぜ。かっこいい、ありがとうございます。こうたに負けたのは落ち込みますよ。ユミさん、ちょっち復活、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ユーミーさんどっち派なんだろう、ちなみに。あ、ユーミーさん、ユーミーさんどっちも選べないって言ってました。あ、なるほどね、はい、うん、でもそれはなんかどっちも選べないっていうのはちょっと逃げてますよ。なんで急にどうしたの。逃げてる、どうしたの、うん、逃げてるんですよ、せこいんだ。あすかまさん、どんまいだよ、明るい、いつも常に明るい。あざす、なんか元気よ。元気出てきたわ。今気になってる人はクズな人だから笑。そうなんすか。クズ、あの、分かってて、分かってる上でだったらいいと思うよ。俺待って待って待って、俺コーダを気になってるでもない。違うの、まあ、俺に入れるか、そしたら。ハイサイさん、コーダさんフォローありがとうございます。フォローしたフォロー、あ、フォローってことか。うん、ナッチャソさん、ナッチャソお疲れ様でした、また来週も見ます、ありがとう、見てください、ありがとうね。ナッチャソが、今日友達なんだけど、はいはいはい、ダンスイベントを吉でしてということで、見に行きたかったけどね、すごいね、あ、ダンスしてるんだ、ダンスしてる、あ、ゆわぴぴさん、なわけ、わら、なわけ、なわけ。ちょっと、職場の人です、そこはもうちゃんと否定しないと、本当に。なんでよ、調子乗るんだ、なんでよ。職場の人ですって、あのクズな人って分かってたらいいと思うんですよ。あ、そうだね、分かってなかったらあかんけど、分かってるから、俺今付き合ってる彼女も、あのブスって自分で言ってるから。え、付き合ってる彼女も、うん、今付き合ってる彼女も、あのブスって分かって付き合ってるから。俺知らん、これは俺知らん。
あーもう本当に面白くもないしさ、ただ人傷つけてるだけだもんな。内面なので、インスタまでフォローありがとうねってことで、はい、さんありがとうございます。はい、あと30秒くらいで終わりますけど、皆さん今日はちょっとゲームでなんですが、ちょっとポケモン GO のせいで、まあ、不調だったということで皆さんポケモン GO め、マジで今日ポケモン GO はね、人を狂わせるだけど、ポケモン GO しかしてんもん、逆にポケモン GO ばっかしたもん。お前の一日をポケモン GO をしてラジオで、うん、もう不適切な話です。岩ピッピさん、いつか相談しまーす。はい、あ、もうそろそろ終わりますね。はいはい、また来週もお願いします。さよならー。それではありがとうございます。はい、あれ。あれ続いてます。あ、終わらんといけないのか。あ、これ、コイン。あー、なるほど。なるほど。みなさん、もう、ちょっともう。でも、眠たいんで。また来週ということで、来週皆さんまた聞いてくださいね、はい、また面白いの考えておくんで、はい、ありがとうございます。さよなら、グッバイ。あ、終わった。